はい、今から髪の毛の量が多いので薄くします。無理すると後が苦しいからね、無理しないといいよ、ね、何事も無理がたたると道理が引っ込むから、うん、どうしたら返事が返ってこないんだけど、だって静かにいいんだよ別に大丈夫だって入っちゃうじゃん、聞いてろ、はい、入るよ、声は入るけどさ、でもいいんだ、大丈夫、会話はしてないと、普通にしないと変じゃん、ねえだ黙ってさ、そうだよね、うん、ビデオが覚えてたんじゃん、うん、あのとんかつ屋さん美味しかったよ、よかったね、うん、おじさんがって言ったらね、うん、川端さんの友達じゃ、早く作ってやんなくてなんねえ、それでね、洗い抜け一生懸命してたのにね、あげてくれて、うんうん、お父さんが鎌田さんには悪いから、こんな、なんだっけ、強制的なことしても悪いって言ってさ、うん、お父さん帰ろうとした、うん、そしたら早く呼んなよなんて、二人のおばあちゃんみたいな人が来て、うん、うん、食べさせてくれたの、高校生も食べてた、そうだよ、だって安いだろ、うん、550円だったような気がする、何だった、うん、あれなんだっけ、チキンカツ、チキンカツ定食、ああ、ね、500円だ、うん、うん、で腹いっぱいになるでしょ、うん、私食べきんなくってお父さんが食べたそっか、だってでもそうだ、多いんだよ結構、5枚ぐらいあったような気がするよ、6枚そうなん、6枚2人でいたもんね、うん、もうお腹すいちゃってさ、うちらは知らないから、そう、ルミのなんだっけ、お母さんが手術したんでさ、うん、と行ってきた、うん、右京の義理ちゃんとね、尽くさないと、うんうん、ルイも頑張ってよね、お母さんの食事を向こう行って作ってやって、そうなの、うん、優しい女になりましたそうなんだ、まあそうだよ、だってルミちゃんそうだよね、あの、なんだっけ、うん、介護の施設でさ、好かれるんだから優しいんだよ、うん、優しいよね、優しい、言ってることはぶっきらぼうでも優しい子だよね、ゆき、うん、ちゃんもできないか、するとゆきちゃんもできる、ゆきはね、気が利く、一番人が来るとパパパって何か作ってくれたり、そうかそうか、ゆき、うん、は料理が上手、ルミちゃんダメか、ルミも上手だよね、ルミも、うん、みんなだから私が下手だから、違うか、どうだから私上手だよね、上手、大きい声言ったらいいよ、上手だ上手だ、食べたことあるだろ、うん、あるマドゴマンとか、おいおい、あ、ありがとうございますこれ言っとかないともらえないからな、ね、お赤飯とかそれは全員ができるから、そうだよね、すごいよね、すごいよね、やったことないよね、でも今はね、作らない人多いから、ね、うん、作れるのすごいよ、すごいよね、うん、うん、今度はうどん挑戦してみようかなと思って、みほちゃんと、うん、みほと、うん、今流行りじゃん、そうだ、昨日カレーうどん美味しそうだった、あのうどん作るとき言ってくれる、うん、食べに行くから、うん、違うか、どうぞどうぞどうぞ食べに行くから、いっぱいいた方がいいもん ね、いっぱいいた方が楽しい、そうだよね、楽しいよね、うん、きんぴらとって、昔お父さんがきんぴらがないとね、きんぴら作れなんてさ、そうだよね、いつも作れない、あ、きんぴら作れるから作ってるよ俺、言ってもらえば、うん、きんぴらは得意だよ俺、そうなん、そうだよ、美味しかったもんね、主婦だもん、主婦、主婦、ほな、人参があるから人参も入れて作れるもん ね、うん、あ、じゃあ今日作るかな、きんぴらって美味しいよね、で一番いいのはさ、うん、きんぴら何でもあるじゃん、うん、ね、ね、赤飯にも合うしさ、うん、うどんにも合うし、美味しそう、お腹空いてきた、そんなこと言えばね、
ダメ食べちゃった。自分が痩せたからって。60何キロまでやる。2キロだっけ。顔がちっちゃくなるんだね、痩せると。そうですね。ここへ取れちゃう。ね。首とかも取れちゃうね。羨ましい。みんなどうしたんって言ったら。病気かいって言われた。うん。それが喧嘩。健康の秘訣だよね。痩せてた方がやっぱりいいんだって、体にも。うん。ただあんまり痩せすぎるも来るんだよね。足に来る。っていうか、体力ないと。うん、病気した時に困る。うん、そうだそうだ。痩せすぎはね、だから難しいとこだね。うん、でもデブの方が病気が多いっていうよね。まあそれは要するに余分だからね、うん、いわゆるだから日本人のさ標準体型の小太り、うんうん、ね、それがいいんだね。うん、食べて痩せるのがいいんだもんね。そうだよ、母乳もんね、みんな。そうそうそう、今なんだよ、炭水化物抜きなんて言ってさ、うん、あ、よくないって、ああいうのしてもよくないって、よくないよな、テレビで言ってた。リバウンドしそうだね。違うよ、ね、今日は空いてるね、中日だから。そうだね、土日は混んでないね、やっぱり会社があれだからか、うん、うちの場合はそういうの最初変わんない、大丈夫だけど。でも通りの方が入るでしょ、やっぱり。そうですね。ね。うん。あっという間にもう1年終わるよ。うん、そうですよ。そうだよ。ね。あっという間だよ。あ、つながってはいいんだね。大丈夫。前髪どうする？大丈夫？前髪も。切った方がいい？切った、うん、薄くしてもらった方がいいよ ね、すごい、うんうん、うん、あの量が多いんだ。そうだね、1年期があるから美しい。そうだ、美しく、そら関係自分で目立ちたいから。お願いします。親が言うか、親が言うかって。焼きだけ細いんだよね、うちではね。焼きだけは。そうなの。うん、なぜかしらね、小さい時からね、雪だと細い。私も雪ぐらいの時は痩せてたのにな、うん、今どうやってこんなになっちゃったの。だって今は早めになっちゃった。早めになったから悪いか。そう、多分ストレスもあるんだろうね。そうそう、ストレスでね、うん、問題はそれだよね。今日ここおばあちゃんを連れて行かなくちゃだし。どこへ。雪口に。あ、そうなの。うん、娘がいいだろう、今度娘呼んでやろうかって言ったら嫌だっつうんだ、ね、娘の方がいいと思うんですよ。ダメなんだ、娘はどうせ言いたいこと言うんだよ、どうせ。そっか、ね、おばあちゃん連れて行かなかったね。だって嫁さんなら少し帰るじゃん。そうか、言いたいことだからか、うん、でもおばあちゃんね、うん、いつも言いたいこと言ってんだよ、うん、言ってる、私なんかにもう慣れちゃってるから、ね、だから言いたいこと言えるからいいんだ、逆に。だから娘には多分言えないんだよ、多分。そうか、うん、言ったらバババって帰ってくるじゃん。娘さんは。娘さんは。でもよかったよ、嫁さんがさ、うん、ねえ、いいね、嫁さんがいつんだね。ねえ、よかったよね、娘に帰れって言うぐらいだ、うん、ねえ、だから何かあったと思われちゃうよね。ね、私が言い含めてるみたいだよね。ああ、事実そうだもん。違う。そんなことはないけどね、うん、よくされたらよくしなくっちゃっていうんかね。そうだよ、人間の道理だよね。ほんとそうだよ、そういう心だよ、やっぱり、うん、心が通じるんで。そういうこと。ピンポン、ピンポン、いいこと言っちゃった今日ね、うん、天気だから。そうだ、どうしてきたぞ。はい、じゃあカット終わります。